平野仕様の時の輝きに迫るマイナス1100万円の高級時計が明かす新たな一面。輝くアイテムが明かす平野仕様の新たな一面もキングプリンスへのメンバーであり、ジャニーズ事務所を離れて新たなステージで活躍する平野仕様。彼の私生活に一瞬だけ覗いた8月14日の生配信が驚きと賞賛の声を呼び起こしました。 その日、平野の腕に輝く高級時計がファンを驚愕させ、その正体が明らかになりました。この記事では、平野の新たなアイテムが投影する時の輝きに迫ります。彼のファッションに隠された物語、そして高級時計が語る平野の新しい一面に焦点を当てます。 小一平野仕様の輝くアイテムの魅力平野仕様といえば、そのファッションセンスが常に注目の敵です。8月14日の生配信では、彼の腕に輝く高級時計が一際目立ち、オンライン上で熱い議論を呼び起こしました。その時計は、なんと、アメリカが誇る世界屈指の高級ジュエリーブランド。 ハリー・ウィンストンのオーシャンバイレトログラードオートマティックであり驚くべき1100万円もの価格がついていたのです。テレビ史ライターは平野くんが持っているグズとかって基本すぐ売り切れるけどこれは絶対に売り切れないな M とコメント。この高級時計が引き起こす注目度の高さは 彼のファンベースが彼の一挙手一投足に熱心に注目する中でも異彩を放っていることを示唆しています。小2、平野仕様の新たなフェーズ、ジャニーズ事務所離れと渡べへの参加5月にジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明氏が率いる渡べ、カラーアーティストとしての新たな挑戦を始めた平野。 彼のキャリアが新たなフェーズに入ったことで私たちはこれまで見たことのない一面を垣間見ることができます。その中で高級時計が象徴するものは一体何なのか。トベの活動に参加することで平野はアーティスティックで洗練されたスタイルに新たな深みを加えているようです。彼のファッションに隠された物語と 戸部との新たなコラボレーションが時計の選択に影響を与えている可能性を考察します。賞賛高級時計の魅力、ファッションの一部として平野が身につける高級時計は単なるアクセサリーを超えて彼のファッションの一部となっています。その存在感と輝きは単なる時刻を知るためのツール以上のものを感じさせます。 このショーでは、なぜ平野が高級時計にこだわり、それが彼の個性やスタイルにどのような影響を与えているのかを明らかにします。結論、平野仕様の時の輝き、ファッションとアートの融合平野仕様の新たな一面が時の輝きとして現れた8月14日の生配信。 彼のファッション、私生活、そしてアーティストとしての新たな挑戦が高級時計に宿り、ファンの注目を集めました。彼のファッションとアートが融合した独自のスタイルは、彼のキャリアの新たなフェーズを反映しています。これからも、平野の仕様の時の輝きがどのような進化を遂げるのか、ますます注目が集まりそうです。 参考文献、平野紫仕様インスタグラム、インスタグラム URL、テレビシライターのコメント、とべ公式ウェブサイト、ハリー・ウィンストン公式ウェブサイト。